ロイドッコの時間がやってきました。はい、どうも。今回は初台駅までやってきました。うかがうのは初訪問の背脂煮干し中華のお店です。早速行ってみましょう。
というわけでいただいてきました、がむしゃら初代店さんの背脂煮干し中華と油イスでした。どちらも素晴らしくうまかったです。本当にね、こう細かく言い出すと麺にしろチャーシューにしろ本当にコメントしたいことが多々ある今日の一杯でしたが、もうなるだけ端的に表現すると本当に素晴らしいバランスの一杯、でこれは背脂という言葉にちょっとね抵抗感があって、まだ背脂系のラーメン召し上がってないという方にもぜひね、この一杯こそ最初に食べてほしいなというぐらい、背脂の良さが出つつも本当にこうねベタベタとした感じもないしすっきり入っていきます。多分これね驚くと思います。煮干しの風味もよく出て醤油だれとそこにこう背脂の、甘みコクね、そしてまあ麺の質感といい、チャーシューのこの味わいといい、もう全てがまとまりが素晴らしい一杯で、驚いたのはこの油イスで、自分これね油イスの方はちょっとギトッとしてんじゃないかなと思って食べましたが驚きました。これでそのベタベタ感ギトギト感ないです。でもねこういい感じの油背脂の風味が生かされて醤油だれも効きつつの、さらにこの油イスを食べてからの、中華そばのあの煮干しの効いたスープのね味わいがたまりません。もう抜群でしたね。そして、まあ、味のことはね、動画内でも詳しく述べたので、これぐらいに収めたいと思うんですけども、一点、まあ、お店によってはなかなかこう、カウンターとか、あと、床とかね、ちょっとベタっとするようなこともあるかと思いますが、こちらの店はそういうのが一切なくて、まあ、カウンターの上もそうですし、椅子とかもそうですし、とても清潔感も保たれながら、しっかりね背脂感も感じられる上品さもある一杯ということで、これは自分の想像ですけど、やはりこう女性の方とかはまあね、僕なんか普段ジーパンとかですけど、やっぱりこう白い色のスカートとかまあパンツとかでちょっとそういうね、食べたいけど気になるな、そういう椅子とかねその周り気になるなっていう方でもこちらの店は非常に行きやすいかと思いますので、そういった味の面でも、そのお店の中のね、状況という意味でも背脂ラーメンに対するこうね行きやすさをグッと上げてくれるお店なんじゃないかなと思いますので、もし興味を持たれた方は行かれてみてください。はい、というわけでした。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた。